裏は占いチャンネルです今日は鈴木おさむさんと大島みゆきさん夫妻を占ってみましたこの二人はお顔の相性が100点満点というところから入りたいと思います、えー、丸顔で目の丸いご主人とおもながで目が細い奥様ということで15年前からやっている見た目の相性診断ですけれども まあ、大島さんはこちらのタイプになります2番の彼女は G のタイプと相性が良くなります G はこちらですね丸顔で目が丸いタイプの彼ですので、まあ、お二人とも肉付きがいいですのでそのお顔の診断する時はちょっと大変かもしれませんけれどもベースは同じような感じですそしてこのお二人というのはあの じゃあ空房から見ていきたいと思いますね。日の絵犬を日中に持つ馬羊空母のネドシュマルですのでスターボシになりますねこの彼っていうのは。そして、えー、大島さんの方はおつとりを日中に持つ馬羊空母の羊ドシュマルですからスターボシです。この方は80年って聞いてまあ覚えてたのであのねサルなのかなと思いきや。 1>, 1月ですから前年の羊年になりますので羊年はスター星なのでお二人ともカリスマ性のあるスーパースターの星であの空母が一緒ですので非常に相性がいいですそしてあの馬羊空母っていうのは寝牛空母と同じグループで仕事恋愛の星になります仕事頑張ったご褒美に恋愛相手は非常にこだわるというそういうグループの相性あの 人になりますでこことここだったりとここ同士ここ同士は非常に相性がよくなります。馬羊空房の基本的な性質です。恋愛至上主義し仕事に仕事人ですねあの職人のような厳しいタイプになります。そしてプライベートを見せない見せたくない人になります。秘密主義で大人のプライドの高い 人たちになりますなのでねこの方っていうのはあの成功者ですからお金もあって美女に、ね、囲まれて美女に来られても迷惑だったみたいなことを以前おっしゃられてであのご主人は背中にね「みゆき」っていうタトゥーを入れて、まあ、本当にこの彼女がぞっこんだっていうそういう様子ですけれどもじゃあ中水睡で。 見ていいいきたいと思います、えっと、お二人のねどの相性も100点満点なんですけどもスター星同士っていうのはもうまた相性がいいんですね。惹かれ合うカリスマ同士のバランスがよくて惹かれ合う 20○ そしてお顔の相性100点満点で 20○ そしてお二人のスペック見た目のスペックが近いですよね。なので 20○ そして見た目のぽちゃぽちゃ同士。 ポチャ同士っていうのはこれ二丸になります。どちらかがポチャでどちらかがすごい痩せてるとかどちらかが筋肉質でどちらかポチャっていうのはバランスが良くないですのでこういうことになりますそして空房の相性が20丸なのでオール100です100点満点ですそして彼習水名で見ると 水のエネのスターシのある柱が水のエネの会合になってますので昔でいう会合です非常に強い柱を持っていてそして、えー、ここのネたつがゴーになってるんです水のゴーになっていてタツと犬はチュになってるんですけれどもここゴーになっていてチュになってるというのは、えー、とチュ中とゴーでここは全て消えるってことですね悪い作用もいい作用も消えますのでフラットに見るということになります。 そしてこの方の特徴としては全てが陰陽の陽なんですね。なのでもうどうだって自分が前に出て、まあ、目立ちたがりですね。太陽と大木と水ですから大海海ですから非常にスケールの大きいスーパースターだということになります。そしてこの方は生感変涯生涯生罪と、まあ、真面目で仕事人のその星と。 変異と因児の頭の良さそして食人がこうありますので、まあ、どういう人かというと頭が良くて真面目で、まあ、あのデブですね服,服用かな非常に艦隊ですから威張ってる男性だということになります太ってるというのはねこの食人が山ですからもう大きい男性だということになりますじゃあお相手はどういう人を選ぶかというともうこれ 日の恵の看護がもうすぐ近くに同じ柱でもここでもいいのにこのすぐ近くにありますのでもう奥さん命常に奥さんにはそばにいてほしいって人になりますそして奥さんの柱が正剤合剤食人の墓ですから食人のぼの柱っていうのはもう成功者の証ですので,で真面目でやり手でってなると福岡よかで美女で まあこのとがあの美しいあれですかねこの方にとってはこのもう一目ぼれだってことなんでもうほに美女だと思われたんでしょうねでやり手で成功者ですなのでこの方にぴったりな印象じゃないかなと思いますそしてじゃあ奥様はこういう感じこの方もね全く同じ中と豪がこういう風うにあるので中 ででこれ消えてるんですね悪い作用もいい作用も消えてフラットになってますってことで,でこの方は冬真、まあ、冬の生まれで火があって、えー、鳥があってって、ね、バランスがいいですね火も2つありますのでなのでまあ概ねいい意味になりますそして食人がトップになってなのにいてこれが仕事のところですからこのふくよかさおおらかさを利用してまあ皆さんを楽しませてるというそういう人になります。 で本人の柱は食人変異、変換変罪の推移になりますのでくよかな大人です相手を立てるいい女というのは全部がいいようになりますので控えめですね控えめで相手を立てる女性らしい女性そしておつというのはいい女のも大人、うん、もうあれですねもういい女といえばおつですのでこの方はもう 見た目も中身もこの方にとってはもう最高の女性なんではないかなと思いますじゃあご主人どうして選ぶかというと鳥の十日札セクシーな十日札がありますそしてかのとのイケメンで生感の絶ですのでそしてここはカリカンゴカリカンゴになってますここが水ですのでセクシーなイケメン年上の えー、芸能人ってことです、まあ、この方にとってもこの方っていうのはまあセクシーでイケメンに見えるのかもしれませんけれどもこの方って松潤がタイプなんでねそういうことを言ってましたけれども松潤はセクシーなイケメンで、えー、馬羊母ですねこの方も馬羊も全員馬羊ですから対象がよくてっていうことで,でお二人2002年に結婚されてずっと続いてるということなんですけれども。 ね、2002年の運勢がですね、えー、大島さんが2001年からもう変換のエロスが来ててもうとてもエロスが増してる時に、まあ、恋人になられてそして2002年また大運が土、えー、のと宇のこれエロスそして年運が水の上馬のエロスなのでこの流れでもうこの女性を手放したくないっていうねそういう。 あの時期に結婚されたっていう非常に相性のいいお二人を今日は占ってみました最後までご視聴いただきありがとうございますよろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたしますフラワー占いチャンネルでした